こちらが来年の夏から使われる予定の新しいお札です今のものと比べるとかなり雰囲気が変わりましたね日本銀行名古屋支店で今日報道陣に公開された新しいデザインのお札来年7月前半に発行流通する予定ですお札の顔、肖像は1万円札が今の福沢諭吉から 実業家の渋沢栄一に五千円札が樋口一葉から女性教育に尽力した津田梅子にそして千円札が野口英夫から同じ医学者の北里柴三郎にそれぞれ変わりますそして偽造防止技術も新しくなりました新しい紙幣では透かしが細かくなった上に 世界で初めて 3D ホログラムが搭載されています。しかしは、現在流通しているお札までにはなかった肖像の背景にも細かい模様が入っています。また、傾けると肖像が立体的に浮かび上がり、動いているように見える 3D ホログラムが世界で初めてお札で採用されました。 他にも数字のサイズをこれまでより大きくしたりインクを高く持って指で触ると凹凸でお札の種類を判別できるマークも大きくしたりとどんな人にも分かりやすいデザインを目指しました、はい、新しいお札のデザインに町の人は、はい、だいぶ変わるなっていう感じがしますね色合いとかもこうなんか藤の花とか 浮ととかかがいいなとかは思いますね文字の大きくなっただとか、透かし屋でね、あのしっかり入ったのがいいんじゃないかなと思いますい<や>この新しいお札は、来年3月末までに、1万円札と5000円札、1000円札で、合わせて45億3000万枚が印刷される予定です。